はいひと月満喫清水でーすということで、えー、いや、知ってたけど NHK っつうのはひどいなと、えー、デマを流して、ごめんなさい。で、謝ってる先を間違ってるっていうですね、<laughs> もう、オリンピックっつうのは本当にあかんのーという、ね、えー、東京五輪の滞在を書かれた本間流さんとですね、やっぱりそうだったかと、ね。 まあ、本間さんっていうのはですね、このメディアの専門家で、電通とかね、博報堂とか、まあ、主に電通だけども、まあ、そのね、えー、膨大な広告費がメディアにどういう影響を与えるのか。で、オリンピックに関してはとてつもない、まあ、悪影響があったわけですよ。このモラルハザードを聞き起ことじゃない。金のためなら事実なんかな、ね、い歪めてもええんや、ぐにっていうふうに、こうやって、でも、NHK は、 おかしいなスポンサーいなかったのにオリンピックまあ流してはいたけどここまでなんでひどいことをするんだろうというふうなことをちょっと本間さんに聞いてみたいなと思います浜間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやまず一応事実としてはああのなんか川瀬直美が見つめた東京五輪っていう映画監督の川瀬さんがまあ、えー 東京五輪の映画を撮っているんだけどもそれの川瀬さんにインタビューして「私たち日本国民が承知した東京オリンピックです」皆さんんも喜んだでしょうっていうまああのことを言ってたわけですよね。うん、でそしてそれに対して NHK が同じ番組の中で「いやー東京五輪のね反対デモに行ったらねお金がもらえるらしいよ」。 っていう、だから謎のおっさん公園に座ってる <laughs> おっさんを流して、えー、しかもなんかテロップで、東京五輪の反対,反対をすると金がもらえるらしいぞいみたいなことを流し、いや、いくらだってもこれは手段甘すぎるだろと。っていうか、おかしいだろ。っていう話をね、あれ、一週間くらい前かな、本間さんと撮ったんだけど、そしたら案の定、NHK がごめんなさいって言ったんだけども、謝る先がですね、 河瀬直美さんごめんなさい。はっあと視聴者ね。はっえ、これすごいですよね。例えば、あの、私と本間さんがですね、NHK 並みに影響力を持った番組を持ったしましょう。でそれで何かデモを流すんですよ。ね。例えば本間さんがよくブラックジョークでね、 あのキプロスでねあのキプロスって地中海にある島だけどもそこでデルタとオミクロンが合体したデルタクロンができました忍術核撃って焼き払えプーチンが真に受けて撃っちゃったごめんねって謝ってすまないよねだからあの影響力を鑑みてまず NHK はですね自分の影響力分かってないのかと。 今回の件で東京五輪反対について思っていた人たちにどれだけの迷惑をかけたのか。自分の影響力分かってないじゃん。え一、え、月と万でブラックジョーク言うのとはわけが違うよ。まあ、ブラックジョークをやる番組だって言うなら話は別だけどね。うん,うん。モンティーパイソンみたいな番組なんですよ。<laughs> モンティーパイソンみたいな番組。<laughs> ちょっと古いけどさ。ちょっと古いで、ね。うんうん。 ああいう番組なんですって、うん、NHK がねだからこの中ではもうめちゃくちゃやりますって、うん、最初から言ってんだら別で、うん、まあ今回のこの話っていうのは結局その NHK の BS の中で、ねうん、ドキュメンタリーとしてあの川瀬直美が来年6月に、えー、東京2020の記録映画を発表することになって、うん、でその 川瀬が作っている現場に密着したレポートっていう作りになってる。うん、で、その、だから、この、正体不明のわけわかんないこのようお,おっさん。<laughs> このおっさんなんだろう、そうそう。ね、このおっさんをさ、ただ一人だけ出してんて、うん、このおっさんを取材してるのはでも、川瀬の下で働いてる映像プロデューサーなんだよね、うん、この人ね。NHK のスタッフではないの、うん、これは。 その,そのなんだっけ角田さんっていうんだったっけこの人がインタビューしてるわけ、うん、だからこれさあのー、不幸中の幸いであると言える,言えるとしたら、うん、もうこの映像をさもし今回これで,流,し流,さないであの流さないでそのままになってたらこの映像そのまま東京2020の映画の中で使ったかもしれないんだよ、うん、為替を。 そのままそしたらその時点で袋たときに合うっていうね <laughs> でも映像として残っちゃうじゃないですかだからまあ不幸中の幸いとしては、えー、これ NHK で全国で流しちゃってこの時点で NHK が袋たときにあったんでお、うん、母さんも思わあこれやべえ」っ使わないでああよかったーって今思ってるかもしれないまあよかったってこれから編集するんだから <laughs> 別に今からやんなきゃあの外しはいいだけの話ですさ、うん、だけどあのー、そうもう一回言うけどこれは NHK が撮った映像じゃないんだよ川瀬が映画の中で使おうとしていた映像それを NHK が紹介してるわけだよねこれねだから<で>川瀬直美の責任じゃねえかよ、うん、いやそうよ、ま、なのになんで川瀬直美に「ごめんなさい」ってね まあ結局それを NHK が全くチェックせずに、あ、これちょっと面白いんじゃないかってっていや、面白いけどさ。<laughs> 面白いんじゃないのって言って、それを BS で勝手に流しちゃったと。いや、もちろん勝手にってあれだよ。<laughs> まあ許可あの OK は取ってるんだよ。うん、もちろん取ってるんだよ。だから河瀬直美はこれ、流すつもりだったわけですよね、映画で。そうだよ。絶対そうだよ。うん。 だからこれまあ本当さっきさっきから言ってる通り不幸中の幸いかもしれない、うん、事前にやばいっていうことがカースにもご理解できただろうからさまあこれはもう使えないよ、ね、いやまあとよっぽどあのー、あれが肝っ玉がふとあの太ければさ使うけどさだけど普通の神経だったらもう使えないよ、ねうん、で NHK それ流しちゃってでさ やっぱり BS といえどもやっぱり NHK が放送する中に何の,その裏付けも取っていないものを流しちゃうっていうのはやっぱこれはどう見ても駄目なわけで、うん、でそのなんだろうねこのこれそれを流したことによってあのやっぱツイートなんか見てるとねあのー、反五輪の回とかさ、うん 断りの会とかって、やっぱり、その五輪の、あの、あれ、えっと、デモをやってた会があるわけ、うん。そういうところに、また、誹謗中傷が殺到してるわけよ。まだ、うん、金払ってたんだってなみたいなね。ええー、け、ええ、で、で、ーってで、本名に、ーー清水優君も金払って、やって、もらって、やってたんだろう。っていうのは、来てないな。うん、まあ、俺らのところには、来ない。か <laughs> 来ないね。さすがに、来ないか。<laughs> まあ、でも、来てますよね、そういうデモ団体。うちらでも、やってないからね。 あの来てて、あのすごい迷惑を持ってると、うん、いうね、あのそういうツイートも見たのよ。うん、まあ、それはそうだよね。だって、天下の NHK がさ、そういう風に流しちゃったわけだからさ。デマをね。そう。で、結局ね、でも、ちょっと考えりゃわかんだろうって、だってさ、そんなさ、反五輪の会なんつってさ、 会員がさ一5人の会なんつったって中心にいる人は 10, 10人とか20人ぐらいしかいないんだよ、うん、で別に何の後押しもないしね。うん、だって,政党,のだってあの政党の後押しももちろんないからさ。うん、そういうひところがさ、一体いくらの日当を払,う払ってさ、人を集められるんだって。うん、そんなことできるはずがない。 そのそういう五輪の会でデモをしてた人たちをさ、貶としめたい連中はそんなことどうでもいいわけよ、うん、NHK が言ってんだろーってう。NHK が言ってんだろーっつって。うん、お前らが金もらって、この NHK にも謝罪させたんだろああ、ひどいひどいひどいぐらいのことを言うやついると思うよ。いや、いるよ、ねうん、だからさ、実質的な被害者は、N、あのその人たちなわけよね。うん、だけど、この NHK の謝罪文を読んでみても。うん その人たちに対する謝罪はないんだよ、ね。うん、だからもうなんかそういう人たちに対するさ思いとかってのは全くないんだなっていうね。うん。あのー、でしかもこの映像はもちろん BS1 で放送する前に社内で何人かでチェックしたけど引っかかんなかったって言ってるわけよ。うん、それはもう末期的だよなっていう感じだよね。うん 俺なんかがもし、まあ、俺なんかっつって、要するにまあその、あのー、何ていうの、まあ、そういう内容をチェックする人間、立場の人間に一人でもちゃんと見てれば、うん、いや、これ大丈夫かって、ちゃんと裏取れてんだろうなってやるよ、普通。うん、なのにそれをやらずに取っちゃって、あの、流しちゃって、で文句言われたから、 もう一回再調査したら、いや、そのー、あのジジイが、その、いや、俺、ゴリンのデモって言ったかなわかんねえなーっんて言ってるっていうね、めちゃくちゃじゃないだって。で、あの、しかも、NHK じゃなくって、河瀬直美の映画の映像なわけですよね、これ。うん、うんまあ、あの正確に言うと、 映画の映像に使うために撮っていたネタね。うん。だからまだ映画は完成してないから出てくるかどうかは分からないがうん、うん、そのためにそのスタッフあの、川瀬と一緒に映像を作ってる人が撮った映像っていうことになってる。だからまあ本当にさ、あのー、だから川瀬のそのもうやり方が透けて見える。 で、えー、税金入、えー、税金の予算もですね、入ってるわけですよ、これは。じゃ、うん、何われわれはあの、東京五輪ばっつぁい安倍晋三様が承知した東京五輪をスタるイですっていうふうな、えー、映画の中に、えー、なんかようからん、<laughs> お者さんがいて、東京五輪、本当に、えー、じゃお金もらえるらしいよ、おっていうのを、税金払って。<laughs> いや うん、ねもう見えも見るよ賛、ね、成してる人たちはさ賛成、うん、っていうるにオリンピック来てよかったっていうのはさ、うん、老若男女そんなのいっぱいいるわけじゃ、うんあーよかったっね50年ぶりにまたオリンピック見れて幸せですっていう老人とかいっぱい、うん、そんなのそんなのまあもう入ってするほどいるわけだ、うん、でじゃあでも反対運動は盛り上がったっていう歴史的な事実は消せないから、うん、じゃあ そういう人たちどういう人たちだったんだろう。出馬をねえ、長引いたんですよ。お金もらってたんですよ。お金もらってやってたい。い実は実は五輪反対派のところからですね。実は毎日番組を作ってたのは毎回毎回お金をもらっていて作ってたんだってなったらどんだけ幸せな世界のほうがないんです。お金もらってやってませんこの番組。 皆様のカッパ以外は何もありませんよ。まああと YouTube の広告期間 <laughs>。いやー、まあ、だからなまあねまあ母さんもひどいんだけどもちろん、うん、ああいう映像をストックしておいてさ、うん、多分これなんか面白いんじゃないでしょうかって言ったんだと思うよもちろん、うん、じゃなかったら NHK はあんな映像入手できるはずがない、うんうん、これがいいんじゃないでしょうかって言った。 うん、その NHK のスタッフが「あいいっすね」いいっすねいいっすね熱い,いっすねー!っすねーっ」って流しちゃってもうだからまあ NHK のもうひどいしねまあでも母さんの,のあのあれも狙いも透けて見えるっていうことだけど、うん、まあとにかく NHK のこの問題は大きいよね。うん、何のの裏も通ってないのか しかもこれだけ大きな反響を呼びそうなネタでね、うん、あのつまりそんだけのものっていう意識もないっていうことだよね。うん、で五輪に反対していた者たちは金で動いていたんだっていうそういう根も葉もないレッテルを貼ることでその反対していた人々にものすごい迷惑をかける。 っていうそういう発想すら、発想すらないんか、今の NHK にはってさ。いや、全員だとは言わないけども。いや。うん。でもほら、それもさ、全員だって言われても仕方ないでしょ。うん、結局それはさ、この,あの、あれと一緒なのよ。5人反対してた連中はみんな金で動いてたんだろうって言われちゃうのと一緒で、うん、NHK ってもう番組作る能力もないんかと。うん、だって裏取りもしないの、お前らっていうね。うん そういう話でしょ。だから我々は多山の石としてですね、ついつい戦術核を打っちゃうっていう本間さんのネタも封印しましょう。えいやあれは <laughs> あれはいいだ。百 <laughs>、俺たち NHK じゃねえし。<laughs> まあじゃあモンティ・パイソン的な方向で行きましょう。今度はあのほら始まるときにさ、<っ>あのモンティ・パイソンみたいな音楽なんか流せない。<laughs> 何 <laughs> <laughs>、まあ、かあの作らないとダメですね作曲ね、うん、あれ使えないんだよね使えない使えない使えないその勝手に使ったらダですよあれ楽しいんだけどなペーとかつながか変な音が入るさ、ね、うん,うんいやでもねとにかくね NHK の影響力ってすさまじいからさ、うん、やっぱり BS であったとしてもねやっぱりそれ NHK が言うんだったら間違いないんじゃないのって あのー、東京 MX が言っ,てん言ってんだったら間違ってんじゃないのっていうぐらいのやっぱりあれでしょ <laughs> 同じぐい <laughs> いやまいちょっと <laughs> またブラックチョーク MX のいい番組あるってきっと、うん、テレビ見てないから知らんけど私なんかアニメなんかやってるよいやアニメは別にすべての曲でやってますよ <laughs> あまりにもちょっと今回の話はちょっと呆れたね。うん。呆れてちょっと、それと、その、謝罪は早かったっちゃ早かったけれど、うん、まあこれ、ほら言ったけど、ほら、BPO 案件になるぞっていうね。うん、あのー、絶対なると思うけれどまあこれ、謝罪したからといって BPO 案件にならないわけじゃないから。うん。うん。あの、BPO が、あのー、 これは検証必要ありっていうね、うん、なったらまあやっちゃうからさうん、うん、ま,また何ヶ月かしたら問題になると思うんだけど、うん、まあそれにしてもそのとにかく謝罪はしたけどさっきから言ってるけども謝罪した相手は視聴者と川瀬直美なんで、うん、川瀬直美に何謝ってんだバカ野郎っていう話だよね。うんうん セ瀬直美はだって革新犯でしょうん、ああいうの映像を撮ってて、これ流したらいいんじゃないかしらって言ってるって言ったはずだから、うん、絶対ね。うん、うん。なの別に彼女は全然、あの被害者でも何でもないわけで。うん、なのに。なぜ、ね、かセ瀬直美に謝る。謝っているという、ね。なんでっていうさ。うん。まあな。まあな。うん オリンピックに関しては、うん、NHK の NHK としては当然、まあ、国策だからね、うん、あのオリンピックを盛り立てるっていうさことでねあのだって組織委員会のメディア委員会に NHK も入ってるしねもちろんそういう中でスポンサーはもちろんついてないけど、まあ、あえて言うならスポンサーは国だよ うん、NHK にとってはね。でそして税金。うが税金です。うん、それをもらえるからオリンピックを狂ったみたいに。だってオリンピックの全種目オリパラ全種目を放送したんだから今回。うんうん、だからオリンピックのことを悪くは言いたくない。っていうか成功したって言いたいわけだ、うん、逆に言えば。だから川瀬直美の、あのー、映画も応援したい。 っていうことなんだまあそれはそれでさもうやってんならそれでもいいけど嘘を流しちゃいかんだろ嘘うそうなんだよねで改めて NHK のこのに聞いてみたら俺俺そういえば東京五輪のオリパラのデモっていたかどうかよくわかんないんだよねって思っこれ地方省か <laughs> いや地方か地方省じゃないのか,か地方省でしょ <laughs> でさ自分がどのデモに参加したかはわからない、うん、でもどっかのデモに参加した時に金もらってたってまた余計なこと言ってるで、うん、金もらってたと思う <laughs> 面白いなことじゃあ、えー、と東京オリンピックの反対デモ行ったんですかああ行った行ったでもう一回確認したら行ったっけなわしは最近ところで金はこれはくれんのかのみたいなそんな出るじゃないですかこれ <laughs> 今日はお金出るんですかおばあさん <laughs> みたいな あじゃ川瀬から金もらったってペロって言えばよかったのにね。ね<え>うん、なあさあそういうやつってたった一人だからね。うん、たった一人。どっかの公園でさプラプラしてたじじいとかまえてさ <laughs> 東京オリンピックって知ってるっつって。<laughs> あかんやろこれいくらだってもう。だからもうあかんの でそういうやつをよく使ったよってい、ね、うね、ん、ひでえ話だってまったくいつもの通り思うけどただとにかくちょっと衝撃的、うん、でしかも河<の>瀬さんの映画の素材の中を紹介したんですよ、うん、NHK じゃないからね、うんうん、NHK が独自にと捕まえた時事じゃないの,、うん、川瀬のそののスタッフ一人が えー、取材中に出会ったっていう設定で出してきたやつだからですでなので、えー、っと次は「いやわしは映画のシーンだと思って、えー、やったんだけどこれは NHK だったんかいのって「お金は出んのか?」って「わしは金もらった役としてああいうセリフを言っただけじゃ」うんうん、で言ってくれたらめっちゃ面白いいやけど、まあ、面もろいけどね ドキュメンタリーじゃねえじゃねえかよって面白いけどうんだからねとにかくさ何回も言うけどまあとにかくまあ俺が個人的に一番ショックを受けたのはああいうものがノーチェックで流れちゃうんだっていうねあまりにもつかんり、ね、がでその当たり前だけどまあ 朝日の記事だっけこ事前に複数人でチェックしたけど、引っっかかんなかなたチェックに引っかかんなかったっていうね、そのくだりが結構俺は一番ショックなわけよ。うんだって、普通はいや、これ誰ですかって、<laughs> どこの誰なんですかと、ちゃんとこの裏取れてるんですかっていうね、普通はそれが一番気になるところ。しかも NHK で流す素材。 MX じゃないんだよ。だから MX に返してかわいそうだから。<laughs> まあ mx ちょいちょいなんで MX 実るんですか ?MX ほら、ニュース女子っていうね。まあ、トラのもんの,のね。流してたじゃん、うん、<laughs> あと俺に一回出演交渉してしておきながらドタキャンしたから。ああはいはいはい。じゃあいいわ。タイム X は引消しから本当ほん <laughs> しょ。うん。あかんかん。うん。<laughs> mx シシスだいぶ変わるねが、うん、ガラリとかあのー、私は基本的にえっと偏った人間なんで、うん、<laughs> そうだからねあ,のあだから知らない読者のために言っとくと、うん、もうもう何年も前4年45年ぐらい前に、うん、東京 MX からあの電、ー、通について要するに高橋まつりさん事件とかあったから電、うん、通について語ってほしいんだ っていう依頼いよっつって全然いいけど俺なんか出して大丈夫なのってそしたらあのー、それがさニュース女子で語ってくるっていう話だったんんう,<そ> <laughs> うんそう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 。ニュース女子あの高市早苗とかがよく出ていたうんそ<ぁ>こで電通に電通特集やるっていうわけそれで「えあ、ー、あだけどさそんなことできんの?」ってディレクターに言ったわけ俺に連絡してきた そしたら大丈夫ですなぜならばあの番組は DHC が勝手に作ってる番組だから大丈夫なんですまあそうだけどうんああそうなのいやまあ俺は別になんだっていいから出るよって、うん、言ってたら言ってたらよ、うん、そしたら出演2日前にやっぱり電話が上がってきて夜にね「すいませんあの話はあの没になりました」えだって DHC が作ってから大丈夫だってだったんじゃないの?」って言ったら あのそれはた全くそうなんだけど今回だけあの MX、ー、の編集局内部で取締役なんかが出てきてこんな内容は絶対ダメだって言ってボツになったまあ本間さんは放送禁止物体だからねあ基あ、はい、本的にうんもう電通の言うことをけしからん<の>っていうふうに言うやつはけしからんっていうふうに、ん、うあので えー、取締役かなんかが、どんなんとにかく MX のテレビの偉いやつが、うちの局で電通の話をするなんてまかりにならんそこの会議で言ったっていう話だったわけ。うん、で、話ポぽしゃってで、まあね、別にディレクターなんかなんかさ、すんごい落ち込んじゃっててさ、まあ別にあんたのせいじゃないからいいよって言ったんだけど。だけど まあそれぐらいね、あのー、電通問題ってめちゃめちゃ大変なのよ、流、うん、すで、で、そういう会議やって、俺の出演を止めておきながら、えー、その1、2年後に、ほら、沖縄でやっぱり、沖縄の,あのデモね、辺野古のデモを取材して、そこでやっぱり、金払ってるとかって、デマ飛ばして、それで、あのーまあ、MX ではもう流せなくなっちゃったんだよ。うん だからでもそれその沖縄の辺野古取材もしてないのに金もらってるとかなんとかってデマ飛ばしちゃったんで、うん、EPO 案件になってぶっつぶれたわけよそれが。そういう素材はスルーで通しておいて、うん、<laughs> 俺一人の番組登場は許せないっていうね。 どれだけ電通問題って沖縄問題上なんだよ MX だとってはまあていうかべてのテレビ局にとって上じゃないですか <laughs> 上まあ上なんだようん電通で、その電通が取り仕切っているオリンピック様であるぞああ何ですかしかもスポンサーはトヨタにパナソニック様であるぞ他にもいっぱいいるんだ六67社あったもんねうん、うん、だからまあ あのー、だからま MX のことを時々こうチクチクさせてやるのはいいことかなわかりましたどんどんさしましょう本間 <laughs>、うん、さんのねあのそういう無礼を働いたやつはけしからんまあ今のこの話は「電通巨大利権」っていう僕の本の中に書いてあるんでうん、うん、まあぜひ読んでいただくとですねうん面白いかと思うんだけどだからまあだから <laughs> MX はともかくとしてな。お前、だからつまり、ほら、さっきも言ったけど、沖縄の、あの、沖縄のデモンに関してフェイクぶっ飛ばして、それで番組潰れちゃったわけよ。正確に言うと、MX では流せなくなった。あれ、地方のローカルではいまだに流してくる。あれは DHC が勝手に作ってるんで、ネットではいまだに流れてるんだよね。だけど、 あのー、だから MX はまあいいとして、その程度だから。うん。お前 NHK だろうっていうね。NHK が社内であれをチェックできなかったっていうのは、すごい衝撃だよね、<laughs> やっぱね。うん。もう、だかあれ言、ね、っ,ってんだね。うん。あれは NHK の会長とかがさ、謝罪会見をしなきゃいけないぐらいの話よ、うん、あれは。うん。 1一なんか部局がペロンとかって発表して「うん、あっうまへん」っていうような話でもないほ、うんと、うん、あれはやばい話で、うん。あんなものを平気で通してしまう政策体制しかないんですかあんたらはっていう、うん、結構あのひどい話だった、うん、ひと月き万冊はね一応サムネは過激なんだけど中身はなるべくね あのー、真面目にやろうと思ってついつい不真面目になっちゃうんだけどでも根底にあるのは、うん、デマはダメうん、嘘はダメ何か喋るとる時にはデータに基づいてでしかもそのデータも信頼できるソースかなどうかなっていうことをこうちゃんと見てるわけじゃないですか、うん、そんなもん当然のことやで <laughs> <laughs> そんなもん普通のことやで で、しかもそのデータのソースがね、どこなのかって言った時に、2チャンネルで言ってたとか、このツイートでこの人が言ってたとかね、有名な人が言ってるから正しいとか、そういうのはダメなんですよ。特にコロナの話題とかもそうだけども、イギリス政府の保健省の集めたデータで、かつ母数は20万人とかね。だからそこら辺まで行って、でもそれでもこれ合ってるかなって見ないとダメな。 もんじゃないですかだから NHK のあの何報道倫理というか、えー、意識データに対する証拠に対するひとつきモンスターっていいかですよこれ衝撃だよや。だって、うん、例えば本間さんのところにですよ「あのオリンピック万歳!」っていうふうにね言えばお金もらえるって言ってましたっていうふうに。 垂れ込みが入ったらするじゃないですか川瀬直美さんの映画に出たらね、うん、あのドキュメンタリー風って言われてでこうあのなったんですよっていう、ね、で情報が1個あったとしてもそれを未確認でで使うってことはなないいすよよねだって川瀬さんの側にだって敵はいるだろうからそれの陥れるために嘘を流してるかもしれないとかさそこまで考え。 てるんですよ実はひとつき万こんななんか「だもうひとつき摩擦清水でーす」とかって言っときながら何気に「あそこに戦術核落ちちゃいいんだ」とかって言っときながら何気にちゃんとそこはしっかりしてんだけどそんなもん普通のことやと思ったけどねちょっと衝撃的ですよ、まあ、またはまたは何かの意図があって 意図的にスルーしてるのか、したのか、今回は。うん。うん。どっちにしてもだめだけどね。うん。どっちにしてもだめなんだけど、まあ、オリンピックに関しては NHK は全面抑散体制になってるから、こんなものはもうスルーでいいんだっていう考えで通したのか。うん。うん、で、もしな。どっちにしろだめだけど。どっちにしろだめよ。 もし何か問題が起きても、うん、なんか、えー、適当にの謝罪するやな何とか済むだろうみたいな、うん、思っていたとしたらうんちょっとやばいっていうね、うん、いやこれ作った担当ディレクターとかお前すぐさせんだろうっていうぐらいの勢いの話だけどねうん,、うん、うーんとにかくその オリンピックに反対していた人たちのインタビューなんかないわけじゃん、うん、この番組では。うん、ね、あのー、賛成、反対の話をするんならさ、うん、賛成する人たちの意見はどうせ山のようにあるわけだから、うん、反対する人たちの意見とかもちゃんと,もと伝えてあげないとさ。うん、だからそういういいことはしないで、うん 公園にに座っっててて顔にぼかしが入ってるおっさんの話だけで「おオリンピックのデモやってたら金もらえたみたいだぜ」みたいなのやっちゃったらさ「いやこれはやばいでしょ」って、うんうん。いやさあのー、箱どの仕事してる時もあったんだけど、うん、まあ何の仕事だとはちょっと言わないが。お ああ、あのー、さあそれなんか100万カンパくれた人にはこっそり教えてあげるとかないですかああそれはいいよ,よ、うん、じゃあぜひ追加100万200万、うん、300万特定、うん、かそっと教えます <laughs> でも昔の話だら、ね、いいんじゃないの別にいやそのまああるし企業のその CM をね、うん、作るっていうあれでさ、うん、これでそのいやまあっていうか1回とか2回じゃないんだ何回もあったんだけど、うん 例えばその社内の会議でさ「いやーあーでもないこうでもない」って言ってこのプレゼンの案作るとするじゃん、うん、でもうそのあれ制作ディレクターもさ「うん、もこの案いいね」って言って「うん、この案いいよいよしこれでいこうや」ってって最終確認の会議で「いやこれなんかちょっとちょっとやっぱちょっとなんか差別的なちょっと言葉入ってませんか?」とかさ、うん ちょっとこれ性差別的な話になってませんかとか、うん、そういう最終チェックをやるのってね実はねあのー、営業の仕事なのようん、うん、であのー、それを怠って問題になったら営業のせいになるのよなのせいじゃない営業のせいな <laughs> だ<て>な何で,で営業チェックできなかったんだバカ野郎って営業のせいになっちゃうそりゃそうだだって制作人はさ、うん、そのオリンピックのさ あの制作スタッフ見れはわかるけどさもう,もう差別だろうがもう何だろうがもうピンだろうがピンだろか,かもう受けりゃいいや面白いぐらいいいやーってあそう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 ,そういう,う,いうあのポジショニングだからさ。 しょうがないっちゃしょうがない。って手塚治虫ですらさ、今コミック読んだらね、最後に当時の時代背景をそのまんま伝えるために、うんえー、一部、えー、ピーダ表現は残したりですね。書いてあるじゃん。んそ。そうよそうよ。うん、うん。だからさ、おやあのー、農業やってるのことをやってる人のことを水飲みびゃくって呼んでるとかね。例えばよ。例えばね。うんうんうん あのそういうのはでもやっぱり電通とかも箱戸でもいっぱいあるのよそういうの出てくるの、うん、最終的にチェックしていやこれはこうこうこうだからだめなんです、うん、いう係が営業なのよ、うん、もう何回もそれ潰したことあるも、ま、んもう一つ一つ細かいこと忘れちゃったけど何回もあるそう,そうするともう制作陣が怒るわけ <laughs> なんでだよ一丁目命んだよこれピーぐらい,い,いじゃん、戦術核落とせぐらいいいだろうぐらいな感じでねっ <laughs> 言うわけでそうじゃん。立場が逆になるわけだ、その時。そうそ清水さんとの俺の立場が逆転しる。の筋、戦術核打ち込んでデルタクローム野球がいいんだよ北京オリンピックのためにやなんか出たやつ戦術核打ち込めいいんだとかってあの言っている本場さんが、いや、ダメでしょうって言わ <laughs> ダメでしょうよそれはっていうね <laughs> 何回もあったうんだからあのー、そういう何て言うの最終チェッカーみたいなさ、あのー、人が絶対いるのよ <laughs> だからダメだったって <laughs> だからダメだっての <laughs> だから NHK にも絶対そういう人間そういうポジションの人間はいるはずなのにそれ、うん、がするって通っちゃってるっていう、うん めちゃくちゃゃく衝撃、うんうん、つまりもう組織としてまともじゃないっていうことを高らかに宣言しちゃったわけよ。まあね、うん。いやそれでいやいやうちはもういいんだそれでと。うん、だってうちはもう五輪抑散体制の一員なんだ。うん 反対ななんかするわけないだろうて反対してるやつらをぶつぶさるのがうちの仕事だっていうんだろ NHK がお前中立公平公正なメディアと思ったのかバカ野郎って国営放送だろう国営ってことはお前分かってんのか大日本帝国放送だうちはバカ野郎っつってせっかく言うと国営ではないが<笑><笑>まあね公共放送彼らが自分で国営だと思って思ったらそうだけど <laughs> まあ公共放送か <laughs> うん公共放送,、ね、国営放送は BBC の方だ ブリティッシュブロードキャスティング BBC、うん、の, B のはよっぽどいい番組 <laughs> おかしいよねあっちあっちほがあっちほうがいい番組作ってるのに何やねんこれああ、ね、そういうほんとそのね会社員時代はさほ、うんとそういうチェックもしてたしでさまああるスポンサーなんかさその CM の内容とかにさクレームくんじゃうん ね、あのオタクの CM 見てこういうところがおかしいそうするとさその CM に対する回答をさ全部博夫堂に振ってくんのよどうしたらいいのってうんあーこんなの来たからっつって「箱夫さんこれあのー、返信書いといて,っって」て俺何回も返信書いたことある <laughs> 貴重なご意見誠にありがとうございますっ,って言ってさ,てさんであのー まあ、私どもといたしましては、かっかくしかしかで、貴重なご意見をいただきまして、今回は誠にありがとうございましたっっても、停止制でさ、うん。でも、CM 流すのやめないけどねっていう。<laughs> まあ、そう、いかに納得してもらった CM を流すかっていう。いかに、いんに書いてうん,、うん、うん。だから、そういうことってのはね、絶対、そういう担当は必要なんだけど。うん ういちょっと NHK やべえ NHK でこういう問題がするするって通っちゃってるっていうのは本当にやべえなっていうね、うん、う思うよ本当にこれはやばいこれは本当にちゃんと反省してなぜこうなったのかってもうちょっと詳しく、うん、あの検証しないとさうんうん。って話だよね GG とりあえずまず顔のあれ外してだな何だっあのあれを外してもう一回ちょっと登場してもらうとそしたらどうなるんだろうねねであのあと何度も大事なポイントなんで伝えますが NHK が作った映像じゃないからね、うん、川瀬直美さんが東京五輪の記録映画の素材として NHK に提供したものですからね そちえっとねもうちょっと正確に言うと、うん、それを撮っている瞬間をそのそのおっさんを撮っている川瀬直美のスタッフをまた後ろから撮っていたっていうそう <laughs> いうことねそういうことなんですよ、うん、一番正確にでも同じだからまあでもなんか逆にそっちの方がなんでそんなストック作っおいたんだっていう気もするけどなうん でもまあだから密着取材とか言って、ずっと何百,時間何百時間なのか何十時間かわかんないけど、ーずーっとやってることを後ろから追いかけて撮ってたんじゃないのそのうちの、あのこれ面白そうだって、<laughs> このなんおっさんインタビュー面白そうですねって言って、ついてって撮って、それをそのまま流しちゃってるっていうね。っていう話だと思う。ひどい話だ。 うんとにかくね NHK nhk NH はやばい NHK で流すっていうのはやっぱりちゃんと正確に流してもらわないと、うん、あの、まあ、そ,それかもう NHK が正確なくねえだろバーカっていうふうに宣言するかうんどっちからよね NHK なんとかモンティ・パイソンと同じなんだよって自分で言ってくれればね、うん、そうしたら分かりやすいけどうん <laughs> それを言ったらまあ大変なことになると思う <laughs> <laughs> NHK なんかもう、ひとつきさ擦みたいなもんだよ、みたいな。いや、まあ、それちょっとおひ、ほ本まさんに失礼やな、ひと月きさみたいな問題って、もうちょっとうちらちゃんとやってるからだう <laughs> ーん、いいなんだね。まあな、それでな、なんか本当まあ、河瀬直美の同性がなんか作ってもさ、 オリンピック万性みたいなさ、という映画になっちゃうわけでね、まあ、それは止められないのは嫌だけど、うん、まあどうせ評価に値しないものができると思うけどさ。うん、はあーっていう感じ。まあつまり、<laughs> まあ結局ね、こうやって、やっぱりほら、あのー、オリンピックを正当化する、オリンピックを良かったもの やっぱ東京オリンピックってなんだかんだ言ってよかったよねみたいなうん、うん、ふうにしていく勢力っていうのがやっぱあるわけよでそれがあのこういう手を使ってさえっデモデモをやってたってあれお金もらってたんでしょって印象づける印象づける NHK に載ってたじゃんってうんで NHK がちょっとだけその謝罪してもさ、うん、そのニュースを知らない人たちにとってはさ、うん 一番最初の,あのデモの。印象がね。その印象だけは残るわけだね。うん、だから俺、NHK の会長とかが出てきてきちんとあの謝罪するべきだと思うわけ、これは。うん、うん。でないと、デモをやってた人とか、デモをやってた団体のさ、人たちがさ、救われないじゃない、やっぱり。うん、で、デモをやるってのは一応さ、これ、あの国民の権利だからね。うん。うん でそれをまたおとしめてるっていうさ、デモっていうのはお金をもらってやってるんだみたいなさ。いや、もちろんねあの、そういうのがないとは言わない。うんまあ、それはほら、右翼系の団体の,あのデモなんかよくあるって言えば、よく聞くし、うん、もちろん左系の,あの労働組合なんかが招集してる、うん、あれ、なんか交通費なんかは出すとかさ、とう、うん、いうのはもちろんあるよ。うん、もちろんあるけど。 でも、あのー、基本的にデモをして自分たちの意見を主張するっていうのは、これ認められてるからね、うんうん。認められてる権利をさ、つまり、こうなんか、金もらってやってんだよなー、なんかく、なあ、あれおかしいよなーみたいな、そういう印象付けをしてるわけじゃない、す、うん、り込みをさ。これ、非常に罪が重いわけよ。 あの東京五輪の滞在を読んでいただければなんでこんなことが起きたんだと、うん、だまさにメディアのモラルハザードですよこれはそう,そうなのよ東京五輪が人間ではなくて NHK っていうのがね、うん、民放だったらもう全然ああまあしょうがねあまあ日テレだからなとかって言っちゃうんだけど日、うんまあ、テレに何の恨みもないけどさ <laughs> 例えばって話だよねでだから俺がねこれをね あの去年の12月年内に発売、なんで発売しなきゃやべえなと思ったかっていうと、うん、まさにこういうことが起きると思ったの、うん、あの東京五輪ってとりあえず良かったよねみたいな、うん、だってさ、でも実際はさ、政権側でさえそうは思ってないわけ、うん、だから衆議院選挙の時東京オリンピック成功させましたって、誰も言わなかったでしょ、うん、自民党側も、さすがに。 さすがに言えなかったわけ、うん、だって、医療崩壊してる中でやって、袋叩ときにあってたわけだからさ。だから、本当に、彼らが本当にオリンピック大成功だと思ってんだったら、衆議院選挙でもそういうそういういふうに言うべきだったけど、うん、誰も言わなかった。で、野党はアホだから追及もしなかったんだけど、うん、まあ結局、つまり、完全にもう視野から消えてたわけオリンピック。で、何が問題いや、そこから先はうん。勝手に まあ、そういう問題があるから、うん、まあ、これをね、<ひ>とにかく年内に書かなきゃいけないなと思って書いたわけなんで、ね。で、そして、東京五輪特別ね、あの、ひと月満足特別バージョンも、皆さんに動画を撮ってお届けしましたよ。うん、ね,ね。動画があるからね。はい、ぜひそれも見てほしい。一万一千サイン付きでございます。買い方はこの下に書いてあるので、えー、乾杯、よろしくお願いします。というわけで、今日も読書。 値上げを考えているよ。じゃあねー。どうもありがとうございます。